やっと金曜。疲れた。今日は終わり？ええ、お疲れ。そっちは？私はもう少しやってく。っていうか、カホは今日も例のあの人がいるバーに行くのかな？この子の。なんか嫌ね、その言い方。だって男の人と飲んでるんでしょ？カホってばいつも仕事ばっかで、全然浮いた話もないんだから。仕事もいいけど、そういうのも大事にした方がいいよ。本当にそういうんじゃないもの。ただの友達よ。じゃ、お疲れ様。27歳、恋人はなし。けれど、仕事に忙しい毎日に不満はなく。週に何度かお気に入りのバーに行って、いくつか年上の友人とお酒を飲む。カホちゃん、いらっしゃい。お疲れ様。今日早いな。早めに切り上げてきたの。せっかく金曜日だし。お疲れ。ありがとう。それが私の唯一の楽しみだ。嘘でしょ、本当に？マジマジ。何をどうしたらそんなことになるの？二人さ、知らねえ。とうとう付き合った？え？ないわよ。何回目だよ、陽介。だって距離がさ。アキラとは本当そんな感じじゃないし。っていうか、普通になし。はぁ？おいおい、照れんなよ。俺の顔好きだろ。あんたは顔だけ100点、あとはクソ。殴っていい？ほら。野蛮だし、酒豪だし、ニコチンだし、加えてクラブが良い。付き合ったらアウトな男の特徴コンプリート。付き合う気ないからいいんだよ。そうね。こうやって話すのは楽しいしね。だよな。本当に送らなくていいのに。なんか優しくてキモいわね。送り狼だよ。痛えな。何それ、ありえない。冗談きつい。なんか悪かったね、こんなとこまで。それじゃあ、あんたも気をつけて帰りなさいね。なんで？送り狼。はっ、ちょ、まっ。酔いが加速して、全身の力が指先から抜けていく。そんな感覚、抗えなかった。明日の私にそう言ったら、なんて言うだろう。許さない。絶対に許せない。昨日の私。自分でもなんでこんなことしたのかわからないのよ。アキラのことは本当に友達だと思ってたし、だから、その、最低なのはわかってるけど、あんたとは友達のままがよくて。いいよ、友達で。さすがに信用しすぎてたのかしら。くすみさん、最近大丈夫？何かあったのかな？友達のまままたしようなんて。セフレじゃない。あいつが厄介な男なのは知っていて、でも半年間何もないからって正直油断してた。まずい男に引っかかってしまった。あいつの流れにまんまと乗せられて、
とは。とにかくもう二度と会わない。会いたくない。そう、絶対に。おい、ヤクビ。おいおい、2週間ぶりだってのに冷てえな。着去までしやがってな。あ、ちょっと場所変えて話させてよ。あんたと話すことなんかない。話して、警察でも何でも呼ぶわよ。だからこそだろ。ちょっと話してってば。ふざけないで、どこ行く気よ。聞いてんの？これが弱肉強食の世界。圧倒的な力の差。タクシー。普通にめちゃくちゃ怖い。行き先ホテルとかだったら本気でこいつの下半身を潰す。それとも怪しい奴らのたまり場だったらどうしよう。本当にこいつと関わるとろくなことが。あれ、カホちゃん、久しぶり。いらっしゃい。来てくれて嬉しいよ。ああ、これサービスね。仕事忙しかったんでしょ。いつもお疲れ様。今日はゆっくりしていってね。え、どうかした？疲れてんだよ。誰のせいよ。これ新メニュー？そう、奥さんも一緒に考えてくれてさ、女性に人気だよ。そうね、すごく美味しい。ああ、空気悪。何したんだアキラのやつ。なあカホ。もぐもぐ。悪かった。は？悪かった、許してほしい。お前とあのまま縁切れるのは後味悪いし。謝れば済むと思ってるの？って言いたいとこだけど、あの時かなり酔ってて正常な判断ができてなかった私にも非があるし、あんたばっか責められないのよね。私も反省してる。許してくれんの？いつまでも恨んだってしょうがないじゃない。あんたのせいでこのお店に来られなくなるのも嫌だし、あわよくばまた以前のようにもう二度としないって約束しましょう。それで二人で飲めたら。いや、それはちょっと味しめちゃうと。え、下半身脳みそな男と話すなんて時間の無駄だったわ。失礼な、人を下がった猿みたいに。猿にも失礼よ。さて、それじゃさようなら。陽介さん、私そろそろ。ああ、カホちゃん帰る。思ってたけどさ、お前案外警戒心ないね。そんなんじゃまた簡単に食われちまうよ。つくづく嫌になる。どうして私はこんな男を友人だと思っていたのか。一変しなかぜ！ふん！口切った。懲りたんじゃなかったのお前。頬を引っかかれた。命あるだけマシだろ。黙っとけ。アキラのせいで今度こそカホちゃん店来なくなったらどうしてくれんの？来るよ。俺のこと嫌いだから。踏んだり蹴ったり愛したり